リネシノギは、大韓民国二川直轄市出身、同国代表のプロサッカー選手。K リーグのテグ FC 所属。ポジションはフォワード。イグンホと表記されることもある。もともとスポーツ少年だったが、サッカーを本格的に始めたのは11歳の頃。高校卒業後、地元二川から新たに K リーグに参入した二川ユナイテッドに入団。 年代別代表にも招集されるが、マニッチやラドンチッチなどの外国人 FW を中心にする超外流監督の方針や選手としての未熟さからクラブでは出場機会をなかなか得られず得点はなかった。トレーニングを重ねて2006年シーズンにはサテライトリーグで MVP を獲得したが、新川では出場機会は望めないだろうと考えていたところに、 テグ FC からオファーを受けて2007年に移籍。ナヒノエバシラ監督の信頼を得て、クラブの主力としてプレーしたことから、急成長、念願だった A 代表にも招集され、新前試合イラク戦で代表初得点を挙げる。2008年、北京オリンピックサッカー、韓国代表にも選出。また A 代表としても 2010FIFA ワールドカップ。 アジア予選で3得点を挙げるなど主力選手として活躍し、クラブでも2年連続で K リーグベストイレブンに選出された。2008年シーズンオフにヨーロッパ進出を目指してテグを退団。交渉を重ねたが不調に終わり無所属状態になっていたが2009年4月2日に J リーグのジュビロ岩田と夏の欧州遺跡を認めるとの条項を付して9ヶ月契約を結んだ。 リが以前に J リーグには行きたくないと発言していたため、韓国のサッカーファンはこの遺跡に噴撃した。J デビュー戦でいきなり2ゴールを挙げて、開幕から5試合未勝利だった岩田に初勝利をもたらし、その後の8試合で6得点を挙げて、岩田を再開から9位まで浮上させる原動力となった。同年5月にフランス1部リーグのパリ・サンジェルマン FC から、 複数年契約でのオファーを受け、同年6月には遺跡が内定したと報道された。この遺跡決断には、同じく J リーグを経由し、欧州でプレーしている、牧地生からの、若いうちにやるべきことがあるという助言が大きく作用したとされる。岩田では、クラブ側が、総公開も開催するほどだった。しかし、翌7月に入ってからパリ・サンジェルマンは、 入団は決定していないと発表し、理の獲得に必要な外国人枠を確保するのに必要であった欧州県外選手の放出も行わなかったため契約交渉は破断した。7月19日に翌20日からの1年契約での岩田祭入団が決定した。2010年、南アフリカ W 杯の韓国代表候補に挙げられてきたが、 韓国の W 杯出場決定後は代表チームの親善試合で得点を挙げられなかったこともあり、同年6月1日に発表された最終エントリーメンバーからは外れた。2010年6月末に手岩田との契約が満了し、退団した。同年7月2日、J1 リーグガンバ大阪への完全移籍での入団が発表された。移籍初年は連携が噛み合わず、 4得点に終わるが、翌2011年は、リーグ3位、対、チームトップの15得点を挙げ、アシストもチームトップを記録する大車輪の活躍を見せ、G 大阪の公式応援番組、ガンバ TV アオと黒の年末特別企画、ガンバ TV アオーズにおいて、2011年の MVP に選出された。2012年、平駅に着くため G 大阪を退団し、K リーグ、 ウルサン現代 FC へ完全一席。AFC チャンピオンズリーグ2012では MVP を獲得し、チームのアジア制覇に貢献。11月にはアジア年間最優秀選手賞を受賞した。2013年より兵役のため軍へ入隊し、招集勝負 FC に所属。2014年、ブラジル W 杯の韓国代表に選ばれ、同大会に初出場した。 グループリーグのロシア戦で先制点を決めるなど3試合に出場した。2014年9月16日、軍から除隊され、同時にカタールスターズリーグのアルジャイシュ SC へ移籍。2015年7月、K リーグ全北現代モータースへレンタル移籍。同年終了後アルジャイシュへ復帰。2016年はチェジュユナイテッドに所属し、2017年から エバラ FC と3年契約を結んだ。2018年6月にシーズン途中でウルサン現代 FC に移籍。自身としては6年振りの復帰となった。2021年1月19日、テグ FC へレンタル移籍。13年ぶりの復帰となった。ありがとうございます。